番星になる虹の夢アイカツ始めます。これまでのアイカツスターズ、アコちゃんとキララちゃんが出場したキラキラユニットカップ、二人の息の合ったステージで見事優勝。キララちゃんはアイカツランキングが一気に上昇して、決勝トーナメントに向けた戦いも熱く盛り上がってきたんだ。世界で輝く一番星を目指して、私のアイカツもこれからが勝負です。たくさんあるんだね、大きなステージとかオーディションとか。ええ、アイカツランキングの上位を狙うためにはこれからどのステージに出るか選び方も重要になる。セルフプロデュースか。ローラはどうするの？どうしようかな。これとかどう？良さそう。みんな輝け。あ、でも綺麗すぎてる。こんなオーディションもあるんだ。まずい、まずいぞ。そんなにまずいんですか、青汁。ああ、いや、まずいのはこれじゃなくアイカツランキングのことだ。見ての通り上位をヴィーナスアーク勢が占めている。このままだとアイドルを夢見る生徒はみんなヴィーナスアークへ行ってしまう。四つ星学園の未来やいかに。何としても四つ星学園のアイドルたちには頑張ってもらいたい。生徒会や幹部のみんなも協力してバックアップしてやってくれ。ラジャー！というわけでみんなにも集まってもらったんだぞ。四つ星学園からアイカツランキングにエントリーしているのはゆめちゃん、ローラちゃんに、まひるちゃん、それからヴィーナスアークから転校してきたアリスちゃんです。このように決勝トーナメントに進出できるのは上位4人だけです。4人が決まる2月まで激しいポイント争いになりますわね。仁義なき戦いってやつだぞ。ゆず、そういうの燃えちゃう。選んだステージごとにもらえるポイントがかなり違うんですね。特に年末は大きなポイントが狙えるステージが目白押しだぞ。シェイクスピアは言いました、慢心は人間の最大の敵だと。現状に甘んじることなく、どのステージで勝負すべきかよく考えることをお勧めいたします。はいはい。あの、実は私どうしても出てみたいオーディションがあるんです。みんな輝けドリームアイドルオーディション。はい、誰でも参加できる大きなオーディションらしくて、優勝したアイドルには世界配信もあるステージが用意されるそうなんです。でも西野さんならもっとたくさんポイントをもらえるステージのオファーだって来ているのに。でもどうしてもこのオーディションに出てみたいんです。だったら挑戦するのが一番。はい、全力で頑張ります。はぁ、
久しぶりのオーディション、なんだかドキドキしてきた。このオーディションって自己 PR の審査が重要らしいわよ。みんなそこで得意な歌やダンスを披露するんだって。歌？そうだ、今ね、ちょうど新曲の準備を始めたところなんだ。その曲を審査の時に歌うっていうのはどうかな。いいじゃん、夢は歌が好きなんだから、いい自己 PR になりそう。うん、それで決まりね。そうと決まったら気合い入れて新曲作らなくっちゃ。私レッスン室行ってくる。夢キラキラしてる。私たちも頑張らなくちゃ。私ゆめちゃんと一緒のオーディションに出ることにしました。めー、なんで？わざわざ強いライバルがいるオーディションを選ばなくてもいいのに。私はゆめちゃんと一緒にアイカツしたいんです。実に興味深いね。よ、アリアは実力も十分ある。勝負の行方はまだわからない。よし、じゃあ応援してあげる。はい。おー、作詞って難しいな。なんか最後のところがしっくりこないんだよね。もう少し私らしい歌詞にしたいんだけど。静かに、邪魔しちゃいけないから。うわ、うわ、うわ、あ、どうしたの？ボンチゆめさん、私たちそのS4の先輩がレッスンしてるところを見たくてこっそり覗いちゃいました。ごめんなさい。なんだ、そんなことならいつでも大歓迎だよ。え？よかったら一緒にアイカツしない？よろしくお願いします。アイカツ、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 すごい、さすが。それって、あ、うん、新曲なんだ。まだ作りかけなんだけど。今度のオーディションで歌おうと思って今一生懸命作ってるところなんだ。ゆめさんがオーディションに出るんですか？私も一緒に出たいです。私もゆめさんと同じオーディションを受けられるチャンスなんてなかなかないですから。ゆめさんと一緒にアイカツできるだけですごく勉強になります。キラキラをもらえるっていうか、私たちも輝ける気がして。確かに誰かと一緒にアイカツするといろんなことがわかるよね。あ、うん、いいかも。アリスちゃんたちのおかげですっごく素敵な新曲が出来上がりそう。オーディション一緒に頑張ろうね。はい。こちらに並んでいるのが最終審査に進んだ皆さんです。最終審査はこのホールでの公開審査となります。審査員と会場の皆さんに今日一番輝いていたアイドルに投票していただきます。それではこれより、みんな輝けドリームアイドルオーディションスタートです。ゆめさん、一緒に最終審査に出られるなんて嬉しいです。うん、私も。久しぶりのステージなんで緊張します。アリスちゃん大丈夫？日本のステージは初めてで。
こんなに緊張していたら笑顔が硬くなっちゃいそう。アリアちゃん、あれやろうよ。え？これもアイカツ？みんなやってくれてます。目が回っちゃう。面白かった。うん、みんなも楽しそうです。少しはリラックスできたかな。はい。それでは次の方どうぞ。はい。自己紹介をお願いします。エントリーナンバー10番、西野ゆめです。私がこのオーディションに受けようと思ったのは、みんな輝けというフレーズが好きだったからです。私のブランドレインボーベリーパルフェも、みんなでキラキラ輝くということをコンセプトにしています。どうしたのアリスちゃん。自己紹介うまく話せませんでした。せっかくゆめさんのおかげでリラックスできたのに。そんな顔してたらせっかくのチャンスが逃げちゃうよ。でもこの後の自己 PR の時間が一番重要な審査だって聞いてるよ。まだまだ勝負はこれから。はい。それでは次の審査に入ります。皆さんこちらへ。実は今回のオーディションでは、今までとはちょっと違った課題で自己 PR 審査をすることになりました。お？ここにある衣装を使ってセルフプロデュースをしてください。限られた条件でどれだけ輝けるかを見せてもらいます。ステージでの持ち時間は1人2分です。これから10分の休憩を挟んで審査を始めます。はい。どうしよう。あー、見て見てゆめちゃん、かわいい。せっかくかわいいです。本当だね。いろんなコーデができそう。10分間で自己 PR のプランを考えなくちゃ。持ち時間2分じゃ新曲は歌いきれないから、歌はコーラスのところだけにして、衣装とメイクは。どうしたのみんな。こんな自己 PR 審査だと思ってなかったので、どうしたらいいのか。衣装も持ってきてたのに準備が無駄になっちゃう。そっか、みんなまだ慣れていないんだ、セルフプロデュースすることに。大丈夫、まだ時間はあるよ。私も協力するから一緒に準備しよう。はい、お願いします。アリスちゃんはどんなプランだったの？はい、私はフランス出身なので、フランス人形みたいなコーデを。それじゃあ、例えばこの衣装とこの衣装を組み合わせてアクセを散りばめて。うわー、お人形さんみたいです。だとしたらメイクは。うわー、トレビアー。私はどうしたら。私もアドバイスしてください。もちろん、一人一人一緒に考えよう。はい。ステージを歩くときは一歩をいつもより靴半分広く堂々とね。はい。そう、自信を持って笑顔が一番。はい。決めポーズはビシッと。はい。うわー、素敵。ゆめちゃん素敵です。私も手伝います。ゆめちゃん、みんなにお花散りばめちゃいます。アリアちゃん、どういたしまして。輝きを渡そうってきっとこういうことなんだ。あ、そろそろ時間です。お、準備の終わった人からステージに向かってください。
章が残ってない。大丈夫ですか？どうしましょう、ゆめちゃん。落ち着いて考えれば何か方法があるはず。ありがとうございました。では最後の方、ステージへどうぞ。では自己 PR をお願いします。今日私は他の子たちが輝く姿を見てすごくパワーをもらいました。おかげで今私の心がすっごくキラキラしてるんです。だからあえていつも通りの服を着て出てきました。私自身の輝きをみんなに見てほしかったから、みんなにありがとうって気持ちを込めて歌います。ララ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 ラ。みんな一緒に歌おう。ララ。それでは結果を発表します。優勝者はエントリーナンバー10番、虹のゆめさんです。おめでとうございます。ありがとう、みんな。実は先ほどスタッフから報告がありました。虹のさんは自己 PR 審査の時ずっと周りの子たちのサポートをしてくれていたそうです。まさにこのオーディションの目指すみんな輝けを体現してくれているアイドルだと思います。おめでとうございます、西野さん。ありがとうございます。この後優勝者によるスペシャルステージです。レインボーエトワールコーデ、小春ちゃんと作ったこのドレスでみんなに輝きを渡そう。西野ゆめ、行きます。
夢のランキングが。これで夢の決勝トーナメント進出も見えてきたわね。アリアもすごく頑張ってたよ。ありがとうございます。あのね、小春ちゃん、私今回のオーディションですごく大切なことが分かった気がする。うん、みんなで輝くだよね。そう、レインボーベリーパルフェのコンセプト。これからも私そういうアイカツをしていきたい。アカシア揺れる森の呼吸、木漏れ日のチューン、羽織ったらピルエフェスに出るって。次回アイカツスターズ涙の数だけ。